界問わず一般のお客様から切りっぱなしのボブをやりたいとか、ちょっとこうおしゃれっぽいスタイル提案っていうのがどんどん増えてきたんですけれども、アフロートでは半歩先の提案をしていきたいので、まあ、レイヤーを入れることもそうなんですけれども、レザーを使って質感を作りながら軽くして動きを出していきたいというふうに考えています。レザーカットはやっぱりこうランダムな動きを出したりとか、毛先の質感調整がシザーでは出せない柔らかい毛束感を出すことができたりするので、その部分において今の時代にすごく合っているかなというふうに感じます。